そういえば昨日リリちゃんとゴロゴロしながらさ、なんかアプリゲーム面白いねえかなっつっていろいろやってみたんだけど、まあ、特になくて、あ、まあ、せっかくだし今流行ってる馬娘でもやってみるかっつってインストールしてやってみたんだけど、まあ、ちょっと何が面白いのか分かんないね。まあでもそのめちゃくちゃなんかあれらしいな、あのゲームすごい寝かせたらしいね。本当はなんかもっとだいぶ前からリリースされる予定だったんでしょう。まあ、天下のサイゲームさんが作ってますから、めちゃくちゃ金かかってんなっていう印象はあったの。はいで、そうなんかね、本当はもっと前にリリースされる予定だったんだけど、なんかアニメ、要はアニメ見てアニメで流行らして、でそれからアプリも一緒にやってみたいな、こういろいろ計画されてたゲームらしくて、もう俺もその軽く調べただけだからあれだけど、わかんないけど、そんな、まあでもあまりにもクオリティが高かったからさ、あ、まあこれは人気出るなっていう印象はあったね。だってオープニングとかも入っててさ、なんかいろんな層をもう根こそぎかっさらいそうなコンテンツじゃん。コンテンツ力的にはすごくいいゲームであることは間違いない。なんかでもようわからなかったな。なんだっけ曲、スターなんかスタートラインがどったらこったらててみたいな音だよな。なんかクランクアップのスタートラインがどったらこったらみたいな。なんかでもさ難しいよね。めちゃくちゃさちゃんと作られてるがゆえにさ、なんかボイスもあるからさ、そのあ、いやうっさいな、なんかボイスも収録されてるから、なんか全部聞きながらやってたらさ全く進まんしさ、なんかメインストーリーはさなんかちゃんと上手い育成してないとさ全く進まんし、あれ全然勝てないし、で育成モードでなんかね強い馬いっぱい作ってなんかやっていく感じなんでしょ、あれ。いや課金ゲーってわけでもなさそうだけどね。なんかでもなんか馬を強く、なんか馬の種類を増やせるガチャよりも、あ、雰囲気的になんかサポートガチャをいっぱい回して SSR のサポートカードを増やした方が良さそうな気がしたんだよね。わからんけど全然ちゃんとやってないからね。だって育成楽しむんだったらなんかサポートカードいっぱい強くないと強い馬もそもそも作れなそうって思って、で多分その SSR の馬自体、同じその SSR の馬は多分最初から固有のスキルみたいなのが多分強いんでしょ、ついてる。はいで、いやそう、なんかね、サポート、要はなんか、パワープロみたいってみんなが言ってるんだけど、なんかその、パワープロをするにしても、なんか、パワープロみたいに育成するにしても、サポートカードが強いと、なんかそのサポートカードの効果で、要はステータスの跳ね上がり方が変わるんよね。だからそれで、だから、これは SSR とか、多分、強いサポートカードあったら、単純に育成が、楽になるんだろうなーって思いながらちょろちょろやってた。あとやっぱりあの手のゲームやるといつも俺思うんだけど、なんか女の子が主体になってるゲームってすごくみんな可愛いなって思うんだけど、なんか俗に言う推しみたいなのがないわけよ。うん、いっそのこと5等分の花嫁とコラボして、うん、5つ子全員出してほしいわ。だったらねミクにぶっぱすんのにな。ミクにぶっぱすんだけどさ、なんかよ、まわ、なんかとりえ、なんかさ、でもめちゃくちゃなんか盛り上がってんのか知らねえけど、とんでもないぐらいなんか石ぶっぱなしてみんなに石振りまいてるじゃん、あのゲーム。多分10連100連ぐらいできるね今、インストールしてちょっとやるだけで。まあでもなんかね、わかんない、最近のソシャゲしてないから全然わかんないけど、すごいなーって思ったよ。気合入ってんなっていう印象やな。覇権取りに来てんのかなっていう。でもなんか全部聞いたことある、なんとなく聞いたことあるような馬の名前だったから、そう、そんな俺でも知ってるようなディープインパクトとかあったらもっとおもろいのになって思ったけど、
なんか今コメントでもあったけど、馬主がなんか許してないんでしょ。今でも十分有名な馬はいっぱい出てんじゃないの、わかんないけど。俺は北三ブラックって確かあれだよね、サブちゃんの馬だよね。エグザイルの馬もなかったっけ。なんかあのゲームやってて思ったのが、なんか最初一生懸命ストーリー読んでたんだけどさ、なんか1回目普通にやってて育成して、でまあレース勝てなくて、なんか課金して続けますかみたいになって、まあ続けないにして、ここまでしかステータス上がんなかったってなって、多分あれってさ、要は全部オール A とかオール S 作る場合ってさ、何回も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 やって、要はその育てたやつを、限界まで育てたやつを今度なんかその継承馬みたいなやつにしてつなげて、ステータスをちょっと継承させてっていうのを繰り返してるんだよね、きっと。だからなんか推しの馬とか推しのキャラとかあると星上げないとめったになるぞ。まあその辺はまあソシャゲだからそうだろうな。ね、推しがいると面白そうだよね、ああいうのは。この子かわいいだの、あの子かわいいだのっていうのがあると、それだけで結構変わりそう。